みとはるかの2年 A 組青春アクティブ。どういうこと？上げてたよ。平成の JK に戻ってるって。ティースあゆみです。ティース山崎はるかです。始まりました2年組青春アクティブ。平成の JK に戻ってるってバレてる。バレてるね。なんでだろう。あ、これ令和だ。今指1本出すらしいじゃん。久しぶりに制服ですね。なんかね。そうだよ。1ヶ月に1回だし、うん、先月は、ハロウィンやったから、なんかさ、逆にさ、ひどいんじゃないかみたいな気持ちになってきて。ああ、どういうこと？ 1 ヶ月に1回という頻度なのに、先月顔面が見えなかったじゃない、あんまり。確かに。どういった気持ちだったんだろうみんなはと思ったんだけど、1ヶ月に1回でもこれはさ、初年度だから、このシステムが始まったのは。確かにそう。だから毎年これが繰り返されれば、もう毎年この月はハロウィンだからっていうあれが出てくるけど、確かに10月はもうそうだねみたいな。そう、今年初年度だったからね、ちょっとね、そういうねことも思いましたけど、大丈夫だと。大丈夫です。でもワンチャン文化祭だからメイド服かなみたいな案も先月出てたもんね。出てたような気もしますね。けどあまりに制服着てないことになるやんってなってやめたよね。そう、制服もなんだかんだみんな見たいっていうアンケート結果も出ましたから。そうなんだよ。そう、そういうわけでね。座るか。今日はね、なんか文化祭っぽい感じでやるらしいよ。そうなんだから、こんなにいっぱいポスターがね作ってくれたんだって。このポスターはね、ねえ、聞いて。このポスターはね、あ、これちょうどポスター映すとなんかちょっとポスター映すとあれだけど、ポスターね、なんかこれスタッフさんがね作ってくれたんだけどさ、すごいよねこれ。可愛らしいのがあるやん。なんでやと思う？なんでやと思う？可愛らしいポスターがあるのは、うつほちゃんとジュリちゃんが描いたのもあるからだって。うつほちゃんとジュリちゃん、うつほちゃんとジュリちゃん、うつほちゃんとジュリちゃんっていうのは誰なんだい？うつほちゃんとジュリちゃんは、新しく入った教員なんて言うんだっけ、こういうか。なんて言うんだろう、先生じゃないけど学校に関わる人ってなんて言うんだっけね。非常勤みたいな。非常勤の方、用務員、講師みたいな人が、女子が入ったんだよ。用務員って言ってる。用務員さんって部活に関わるっけ？まあ学校には関わる。非常勤講師ね。あ、じゃあ教育実習生にしようか、1年間ぐらい。皆さんが見えないあちら側にね増えたんですよ。エスリクトに後輩ができたんだって。エスリクトに後輩はもともといるけどね。宮田君ってエスリクトよりも後輩だったの？そう、眼鏡を外せば別人になる宮田君はエスリクトの後輩だった。早く前髪伸ばしてください。ちょっと伸びてきたよね。きっとね。そんな感じ。エスリクトが紹介してたもん。だからジュリちゃんとウツホちゃんがポスターを作ってくれたんだ。そうだから女の子らしい可愛いのもあるんだ。クレープとパンケーキがそうかな。ああ、ってほらすごい。でも美味しいフランクフルトは坂本さんでしょ。違うんだ。美味しいフランクフルトもすごい可愛いのに。これは？これ誰だろう？ジュリー。あ、やはり。ジュリー。ほら。ジュリー。やっぱ可愛いもん。可愛い、配色が可愛いよ。可愛いからね。アクティブのさ、シルエットとかさ、あれすごいよね。確かに。アイコンとかのやつじゃないの？これもジュリー？あ、これくまモン。くまモン。だってほら、やっぱアイスとかがちょっとやっぱ男性っぽい。だってほら見て、メアド描いてるもん。確かにメアド描いてる。くまモンだ。そりゃくまモンだわ。いやー、楽しい文化祭ということで、今日のアクティブは賑やかに文化祭のノリでお届けするよ。しかもゲストが来てるんだって。知ってた？すごい、ゲストも来る。文化祭ゲストってワクワクするね。確かに超豪華。芸能人が来るんだよ。大体文化祭は大体声優呼びがちだからね。芸人さんとか、そう声優さんもね来るしね。確かに楽しみ。じゃあ行っちゃうか。いっちゃおう2年 A 組青春アクティブ今日も部活動スタートですあいみと誰がなるかの2年 A 組青春アクティブ高校で呼ばないだろう確かに確かにそれではアクティブ文化祭アニメ研究会がお呼びした本日のゲスト声優の豊田萌さんです。豊田萌です。よろしくお願いします。これも宣伝できたみたいな。もうしんどいコロナの予約もあるけど、あしんどかったずっとしんどかった。なんで私最初からいたんだろうね。絶対いるべきじゃない。ゲストなんで。ゲストだから最初からいたの。ゲストなんでもうそれはデジロがやっぱ多い方が。さっきのやつもデジロだったんだ。デジロですよもう。デジロで座らせてもらってたんだね。っていうかゲストは真ん中に座るっていうアクティブのあれがあるから真ん中だったからちょっと。だから出入りができなかったんだよね。もう嬉しいアクティブに来られて、私さ令和 JK なんでしょ？そうだよ。みんな見て、これ令和 JK なんだって。嬉しい。めっちゃ可愛い令和 JK。めっちゃ可愛い似合うよ。私も立ちたかったのみんなが立ってる時に。本当は前に出てもいいんだよ。出られる？出られるんだったらさ最初から触らってよかったじゃん。今は出られるみたい。今は出られる。ちょっとオープニングは最初からこうちょっと待って。オープニングがちょっと機材の関係で今は出られるんだって。今は出られるんだ。みんな見たい。こっちの方が広いかも。今出られるなら今出ようかな。さっきはねちょっとどっちか怪しかった。見て見て可愛いんだ。これ見て。いやー。100センチルーズ。でもねスリッパが嫌だね。逆にリアルかもね。このスリッパはリアルだよね。なんかでもねこれ違うんだって。今の令和 JK は40センチ、50センチなんでしょ。そう短いやつなんだってね。短いんだって。でもルーズ嬉しい。似合うよ。本当？超可愛い。可愛い？すごい可愛い。あ待って萌え。肩ここの紐が出てる。誰？触りたいだけや。あいみ出さない。あいみ出さない。触りたいだけの女がおるわれ。ということで、じゃあ萌え氏この辺で大事なお知らせをお願いします。この辺ね、なんかすごい流れが微妙でやりにくいけどお知らせするね。その宣伝しに来たの実は私ここ真ん中に来たんじゃないんだよね。宣伝しに来たんだけじゃないの。宣伝しに来たの。皆さんもじゃあ宣伝させてください。どうぞ。はい。現在10周年企画クラウドファンディングを実施しています。なんと私声優デビュー10周年目になりました。おめでとう。やったー。10年やってます。すごい大丈夫。すごい大丈夫。宣伝の邪魔しちゃった。ごめんどうしても拾いたくなっちゃう。ね確かにあんまり拾いすぎてると疲れちゃうから。もうすでに開始20分で疲れてるもん。そうなんです。ごめんなさい。お口ミヒしててね。でもなんか必要なものは聞いてね。この進行のさ。必要なものは喋ってほしいんだけど、そうでもその10周年なんで何かやろうなっていうことで、てかそっかコラーズも10周年だよね。おめでとうコラーズ。本当だ書いてる。そうだ。それでね余白出てたりするからね。そうなので実はね1日で目標金額無事達成したんだけど、すごいありがたいことにねさせていただきまして、で今もっとねこうストレッチゴールって言って高みを目指してるの。もっと追加で支援ができるやつだね。そう。だから曲数が増えたり、なんかその特典のフォトブックのページ数が増えたり、こう予算が上がるにつれてこうプラスでいろいろできるよっていうのを今やってるから、最終的に目標は10曲にしたくて、そうミニあれミニって書いてないアルバム。そうなの。10曲になってくるだからフルになります。フルじゃない。で今8曲まで決まってて、じゃあもうそうなんですとストレッチゴールが増えれば、もうちょっとアルバムがミニじゃなくなって、結構大きいのものになるよってことね。なれたらいいなっていう宣伝をしに来たんです今日ここに。ありがとう聞いてくれて。いやでもやっぱすごい。じゃあさ、こうみんなには何かお返しがあるってこと？クラファンってことは。そう。どんなのがあるの？なんかね、受注生産みたいなもんなんだけどね、クラファンって。だからそのコースによって得点が変わってくるんだけど。あ、そうよね。金額とかによるってやつよね。そうそう。でもね、直筆でラブレター書く。ええ。すごい。そうやん。どういうことどういうことどういうこと？それコピーだよね。コピー。どういう？直筆だよ。直筆はコピーじゃないよ。直筆したやつをコピー。ちゃんと一人一人。なんで？本気？めちゃめちゃいいリアクションしてくれるじゃん。本気なの？めちゃめちゃいいリアクションありがとう。え、それは腕がもげるぞ。え、そうあれじゃん。もう私の右手みんなにあげる。え、ボイスの右手を？右手あげるみんなに。名前は書かずにファンのみんなへみたいな。いやもう一人一人名前書く。その支援者さんがなんか書いてほしい名前もそうなんか登録できるから。え、だってさ、萌石がさ直筆でさ一通ずつ書くって言って、そうだよ。萌石のさ吐いた息とかもそう。え、そこまでさ考えてた人いた？支援者の中で。え、だってさ紙にこう手がつくよ、手が。手はつくに決まっとる。ここがついてる。ついてるよ。ここもついてるから。おい書きにくくなった。やめてくれ。書きにくくなってる今。息と指紋がついてる。まあそうね、私が書いてるから指紋はつくよ。フレグランスもついちゃうかも。そうだね。シュッシュしようかな、一枚一枚に。いいね。どの香りかな俺のはって言って。何種類かねつけようかな、そうしようかな、じゃあねこの日に書いたのかなみたいなさ、え、みんなが変な意識しちゃうよって。支援者もそこまで考えてなかったってみんな言ってるよ。そうなの？発想がやばいって言われてるよ。発想が限界？いや、え、でもすごい。いや、ラブレター一番上の人？そう、一番上のコースでいっぱいあるんだけど、一番その上のコースにしかないのがラブレター。なるほどね。それはさすがにいいですね。え、手形もあるんだ。あ、そう、手形もある。あら、いいね。手形。手形。やばいな。そのあれなんだ。一番上のコースみたいなのも人数制限があるんだ。そう、その一番上のだけ、それ限定があって、あとは。いくらでもって感じ。何口でもみたいな。早いもん勝ちってこと？そう。そうかそうか。だからその一番上のコースはあとなんか300だったんだけど、300通書く予定だったの。そう。ほんまに右手いくぞ。わかるよ。サインとわけがちゃうぞ。確かに。だからゆっくり日に日に一日何兆で決めて書こうかなって。なるほどね。はい。時間かけてね。逆にそんな時間かけて書いてくれるんかい。そう。ゆっくり書きたいと思ってます。感謝のね気持ちをちゃんと伝えたいの。やっぱ直筆がね伝わるからなって思って。一生分伝わる。一生分伝わる。多分一生のお宝だもんね。そうだからそう思ってほしいなっていうのでコースに入れてみました。飾る。すごい、こんなにいいリアクションしてくれると思わなかった。いやびっくりだよ。絶対にやれないよ。そうなのでこれの機会にぜひ皆様よろしくお願いします。お願いします。まだラブレターもらえるチャンスはある？何個か残ってるはず。今あるんだ。急げ急げ。詳細はどこで見れるの？詳細はね、萌石10周年でツイッターで検索してもらえると、私がめちゃめちゃつぶやいてるのと、私のツイッターのプロフィールの固定にあるからそれ見てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで萌石からの大事なお知らせでございました。ありがとうございました。アルミとハル2年目。青春アクション。さてと前半戦エンディングのお時間でございます。皆さんぜひプリントを大募集しておりますので送ってきてくださいね。成長した。ごめん、後で後半で出てくるやつが成長してたからちょっとびっくりしちゃった。はい、みんなの調査部のコーナーにもですね、先ほどの雰囲気イケメンに対する皆さんのご意見お待ちしておりますよ。メアドをもう一回お願いします。はい、こちらです。はい、よろしくお願いします。じゃあ萌石改めてお知らせどうぞ。あ、そうですね、現在10周年記念企画のミニアルバムの制作をクラウドファンディング中でございます。ぜひ応援よろしくお願いします。あと来年のカレンダーも発売するのでチェックしてね。よろしくお願いします。後ろ気になるな、後ろ気になるわ。お二人からそうだ、次回のですねアクティブの配信が決定しておりまして、12月27日年の瀬です。愛ちゃんのライブの2日後ですから。そうですね、みんなで忘年会しましょう。忘年会、みんな大急ぎでね、愛ちゃんのライブの感想を送った方がいいと思うよ。ありがとう。多分誕生日会もね、ここでやるよね。うん、誕生日会も愛ちゃんの誕生日会みたいなね。忘年会めでたい。うん、ぜひ。そしてこの後はですね、セカンドショットチャンネルの有料会になっていただくと番組後半をお楽しみいただけますので、ぜひなってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ウールカースト上位になってね。ぜひなってね。もちろんもいしには後半もお付き合いいただきますよ。いろいろと催し物を予定しているよ。これ今いるってことはこれやるってことだよね。想像してたのと全然違った。ちょっとだけじゃあ見せ、ちょっとだけね。これ後半の対象にやる。今やっていいの？ね、前半終わる前になんか1個ぐらい文化祭見て回らない？そうだね。見て回ろう。あ、なんかあるよ。何があるの？見て見て。めちゃめちゃきしょいじゃん。めちゃめちゃきしょいけど。想像してたの違ったな。じゃんけんマシーンってこれのことだったのね。これなんとじゃんけんマシーンだって。じゃんけんマシーンって何？じゃんけんに勝つと商品がもらえるよ。1回参加費1000円。高すぎんだろ。でも高すぎんだろって思う人は誰かがモノマネをすれば遊べるよ。おい、どうするよ。モノマネ1回で1000円チャラだぞ。じゃんけんで負けたやつでいくか。じゃんけんするのに先にじゃんけんしちゃうの。かわいそうだろ。見てあの顔、悲しい顔に見えてきたよ。悲しい顔、ほら。先にじゃんけんしよう。よかった、先にじゃんけんしよう。最初はグーじゃんけんぽい。萌えだ萌えだ萌えんご萌えんご。はけハム太郎、勢い強すぎだろ。勢い強い。大丈夫なのか。チャラになんのか。これはいけんじゃないかな。なるらしい。じゃあじゃんけんやろうかな。遊べるって。遊んでいいの？どうやって遊ぶのこれ？確かに。じゃんけんするだけ。これじゃんけんするだけ。いくよ。最初はグーじゃんけんぽい。あ、負けたねモエンゴ。負けたモエンゴ。はいけ。もう一回遊べると。もう一回遊べるよ。これもう一回遊べる。何どうしたら終わるの？これさ、これ噛んだらご褒美もらえるの。何が正解？あ、噛んだらもらえる。じゃあちょっともう一回遊べるので勝つまで勝つまで。じゃんけんぽい。あいこでしょ。勝った。わあ、勝ったの。これはプレゼントがもらえる。もらえるの。手がなんか出た。怖い怖い怖い。はい、プレゼント。いらん。いらん。今時炭酸電池いらん。意味わかんない。よかったね。よかったね炭酸電池。チャイム鳴ってもうた。あ、行くで。それでは後半に行く前に少々休み時間取ります。またね。